の席が空いてるとこんなに寂しい気持ちになるんだね。のぞみ、彼氏がお休みで寂しそうだね。バレちゃったか。すぐ行くから先に食堂で待ってて。はーい、ごゆっくり。でさ、そろそろ元気になったよね。よし、放課後あなたに会いに行こう。プリディケーション、ジ・アニメーション、姉妹の初恋。あれ、なんだかいい匂いがする。あ、起きた。おはよう。のぞみちゃん、どうして？もちろん、あなたに会えなくて寂しかったから。その、来ちゃった。そっか、ありがとう。調子はどう？もうすっかり良くなったよ。熱もだいぶ下がったし。よかった。そうだ、ほら、雑炊作ったから食べて。はい、あーん。ごちそうさまでした。美味しかったよ。お粗末さまでした。そういえば、付き合いたての頃はいつも料理に失敗してたけど、本当に料理が上手になったよね。のぞみちゃん、いつもありがとう。あなたにそんな風に言われると嬉しくなっちゃうな。そうだ、一緒にお風呂入っちゃう？プリティケーション、朝霧のぞみよ。今日も一緒にいていいかな？いやー、大量大量。久しぶりにお買い物行けたね。そうだ、ほら、駅前で配ってたロムインストールしてみようよ。そうだね。何のゲームだろう。恋愛シミュレーションって言ってたけど、楽しみだね。のぞみちゃん、ゲームのことになるとテンション高いんだね。バレてた。実は結構好きで、隠れオタクってやつかも。そんなところも大好きだけどね。もうずるい。2時間か。どれだけ経っても、いくら決意しても心の準備が終わらないな。遅れてごめん。お姉ちゃんに捕まってて、用事が終わってから急いで来たんだけど。大丈夫だよ、落ち着いてね。うん、ありがとう。それで話って何？知らなかったよ。そうだ、この笑顔に僕は。ライトアップされるなんて。まあ、お姉ちゃんも教えてくれたらいいのにな。さくらちゃん、ん、好きだ。え、僕と付き合ってください。あ、ごめん、急にこんなこと。私も。
先輩のことが好きです。よろしくお願いします。いやー、泣いた泣いた。これで晴れて彼氏彼女だよね。そうなるね。初めてできた恋人が先輩でよかったって心から思うな。さくらちゃん、今までたくさん私の趣味も一緒に楽しんでくれて、やっと次に進めるんだね。さあ、早速先輩の家に行って恋愛映画でも見ましょう。あ、いやいや、結構遅くなっちゃったし家まで送っていくよ。なんとなく今日は遅くなるかもってお姉ちゃんに言ってあります。恋人ができたらお料理作ってあげて一緒に食べながら映画見るの夢だったんだ。だから私の夢叶えて。いやー、映画って本当に素晴らしいですね。妹が途中でお兄ちゃんって呼び方変えたの、グッときたな。呼び方を変えただけで距離が縮まったりするもんね。距離が…よし、お兄ちゃん。え？私も距離を縮めたいの。だから私もお兄ちゃんって呼んでいい？さっきの映画の影響か。いや、しかしいけないことをしているみたいで。ああ、ダメ？オッケーです。じゃあお兄ちゃんの初めて笑っちゃった。さくらちゃん、さっきのさ、映画のキスシーンの続き。